プレミアプロと Adobe メディアエンコーダーの書き出しで使用できるエフェクトにタイムチューナーが追加されました。このタイムチューナーは自動でタイムラインの完成弱を調整できる驚きの機能です。まずはその模様をお見せいたします。ここに32秒のシーケンスがあります。これを書き出してみましょう。書き出しのエフェクトパネルにタイムチューナーという項目が増えました。ここの調整で32秒のシーケンスを30秒ちょうどに設定します。そうすると書き出されるファイルがちょうど30秒になるという魔法のような機能なのです。なんと書き出されたファイルはちょうど30秒になっています。素材の早送りやスローといった速度の変更は行っていません。カット代わりなど映像に動きがない場所を探し出し、その部分をカットしたり、またはフリーズフレームを追加することで極めて自然な見え方で全体の長さを調整できるのです。高度な画像処理技術を応用した新機能タイムチューナー、ぜひお試しください。